ヘビーギアはカナダのドリームポッド旧社が展開しているゲームである。日本ではコンピュータゲームのみが翻訳され正式に発売された。日本のアニメを扱った雑誌などを発行していたカナダの出版社ヤーナスパブリケーションズのゲーム部門ヤーナスゲームズが独立、改名しドリームポッド旧社となって以降に制作、販売したゲームの第一作である。約4000年の未来。 地球人類が一種のワームホールであるタンホイザーゲートによって到達し植民した惑星を舞台にヘビーギアあるいは単にギアと呼ばれる高を4メートル程度の友人人形兵器を中心とした軍事国家、軍隊による戦闘を主軸としそこへ各国の文化や宗教の違いを織り交ぜて架空世界を描き出しているゲームであるスタッフの多くが日本のアニメについて かなり詳しい熱心なファンであり、多くの点でアニメの影響を強く受けている。これは本作ルールブックの冒頭にあるスペシャルサンクス欄で高橋良介の名が挙げられていることに象徴されるであろう。さらには社内に模型部門を立ち上げ、ギアのガレージキットを販売したほどである。2006年現在ではメインで執筆を行っていたスタッフが独立しており、 ゲームとしての新しい展開は休止に近い状態になっているが、ほとんどのルールブック、サプリメントについては電子化されたファイルとして購入が可能となっている。また、ミニチュアゲーム用のミニチュアモデルも公式サイトで販売されている。ヤーナスパブリケーションズの一部門だった時代に発売されたギアに乗って1対1の決闘を行う戦闘カードゲーム。 8人のパイロットおよびその登場機のデータと攻撃手段などのカードでプレイする。攻撃をコンボで繋いでいくシステムが存在する。基本セットのほか、拡張セット一つが発売された。シルエットゲームエンジンと称するドリームポッド旧車製品で共通のルールを使用したテーブルトーク RPG。ルールブックの多くの部分はヘビーニアによる戦闘ルールで占められており、 trpg であると同時に戦闘シミュレーションゲームでもある。ゲーム中に登場する各国やギアを代表する兵器の技術的な情報など世界設定を掲載したサプリメントが多数発売されている。テーブルトーク rpg に掲載されている戦闘ルールを拡張してミニチュアゲームとして遊べるようにした独立した製品。設定で登場する多くのギアは元より 不評や地上戦艦などを取り扱うことができる。各陣営のギアのミニチュアモデルが販売されている。アクティビジョン社はかってメクオーリアと呼ばれるヘビーギアと同ジャンルの先行して展開されていたゲームのコンピュータゲーム化ライセンスを所有していた。ところがメクオーリアのライセンス元であるホッシ者が子会社としてホッシーインタラクティブを設立、コンピュータゲーム化はこの会社で行い、 以降は他者にライセンスを与えない方針に転換した。このため、アクティビジョン社は、同ジャンルのゲームである、ヘビーギアのコンピュータゲーム化権利を取得して、ヘビーギアが日本ゲーム化された。どちらもギアを一人称視点から操縦し、両機と共にミッションを遂行する、リアルタイムシミュレータである、Windows 対応。両作品とも、インターネット経由でのオンライン対戦機能を、搭載している。 特に前者はオンライン対戦結果をサーバーにフィードバックして集計を行い惑星テラノバ全体での戦争の行方を展開するという当時としては意欲的なシステムを搭載していた。なお、それぞれゲーム内の設定などを解説したサプリメントが存在する。スプフの下でカナダのメインフレーム社が制作。海外では2枚 DVD が発売されたほか、日本では スカイパーフェクト TV のアニマックスにて、深夜枠で放送された。アニメカラバススイ、シャドウドラゴンズ・オブ・サザン・ミリシア、マーカス・エス・ローバーイコール・レッド・ローバーの、01タイプ、コモンド・ヒーロー・ジャガー・身長、体重、ソルジャー・セバスチャンイコール・ウォー・ホークの、32タイプ、キング・コブラ・身長、体重、ダークスイコール・バズ・ワンプの、09タイプ、 アーマード J が身長・ジェーガー・新体重、ゼルベイ・ユーズイコールクラッシュ・バケット・ナンバーワン・サン、タイプ、デザート・ジャガー・身長、体重、ソーニャ・ブリックスイコールスイート・ベノム・ノー、27タイプ、ロング・ボー・ブリッツ J が身長・ジェーガー・新調、タイクスノキタチイコールバンザイ・ブッシャー・ノー、レイゴ・タイプ、ラトル・スネーク・身長、体重、バンガード・オブ・ジャスティス、オン・ノー・ザンガード、メジャー、 ドレイク・アレクサンドル・ウォーレス 3= イコール・キング・オブ・スティング・ノー・02タイプ・クリズリー・身長、体重・幼児・キラコア・イコール・パンク・フー・ノー・33タイプ・チーター・身長、体重・ランク・イコール・ドルーリン・デュエリン・マット・ドッグ・ノー・99タイプ・マド・ドッグ・身長、体重・セルジュ・ガー・ペンロブ・イコール・ハマー・ノー・07タイプ・ジャガー・身長、体重・サージェント・ギュンター・グルーンズ・ イコールクランチマンチャーの、四42タイプコディアック身長体重アザーズバッドスクワイアイコールレックスアプレンティありがとうございます